どうぞ、小泉美香さん、皆さんファーストステージで出演されたあの小学生の女の子のドラマ覚えてらっしゃいますか？お母さんですイエーイそして今日はご家族で、遊びに来ていた、いただいてるんですけども、なんとお父さんベーシストなんですねトリオで演奏できちゃうよっていう、まあおそらくあのそんなんが夢でね音楽やられてるとは思うんですけどね、そのうち発表会であのご家族のステージをね、やってもいいななんていうふうに思いますよね。あ、そうですねあとじゃあお父さんか、うん、お父さんの先生ね、あの棚橋先生なんでね、デビューが心を待ち遠しいというところでしょうかさあそれでは、お母さんに頑張っていただきたいと思います、曲の方は何でしたかね。酒バラです、はい、酒とバラの日々
完璧イエーイはい、小泉美香さんで、酒とバラの日々でした。さあ続きましてサックスの、佐藤先生のクラスから、ご紹介させて